オットー・ヤーンはドイツの考古学者、文献学者、美術と音楽に関する著作家、キールに生まれる。キール大学、ライプツィヒ大学、ベルリン大学で大学教育を終えた後、フランスとイタリアを3年かけて旅して回る。ローマではアウグスト・エミール・ブラウンの作品に大きく影響を受けた。1839年にキールで志向士となり、1842年にはグライフスバルト大学にて考古学と文献学の特別教授に就任している。1845年に常任の教授に昇進した。1847年にライプツィヒで考古学の教授職を得るが、1848年から1849年にかけての政治的運動に加わったことを理由に、テオドール・モムゼン、モーリッツ・ハウプトと共に大学を解雇される。1855年、ボンにおいて古器物科学の教授、学術的美術博物館の館長に任用された。この場所に勤める間、ベルリンにて、フリードリヒ・ヴィルヘルム・エドゥアルト・ゲルハルトの公認としての依頼を辞退している。彼が表したボルフガング・アマデウス・モーツァルトの伝記は、モーツァルトの生誕100周年にあたる1856年に刊行された。この業績はその学術的手法により称賛され、その後もヘルマン・アーベルとクリフ・エイセンによる改訂を経て、現在も用いられている。1869年にゲッティンゲンにて没した。著名な門人には、古典考古学者、文献学者のフーゴ、ブリュンマーがいる。ハウプト、モムゼン、ヤーン。ゲーテの胸像の前で、ライプツィヒ1848年。グリーショシャ・ビルダー・クロニクンは、ヤーンの死後、甥いのアドルフ・ミハエリスによって出版された。ミハエリスは、アルゲマイネ・ドイチェ・ビオグラフィに、ヤーンの網羅的な伝記を執筆している。注釈出典。ありがとうございます。